英語を直してほしい。それで自分が興味があって、自分が改善できるなって思えて、いいとこ出せそうだな、貢献できそうだっていう時には、イエスっていう時あります。個人的な質問になってしまうんですけど。いいんですよ、全然。いいですか。大学、まあ、正直、私、こう、修士、日本の修士課程に行っていて、研究向いてるかなっていう、まあ、ちょっとうっすら感じているんですけど、まあ、それはでも自分の実際やりたいことじゃなかったから、そう思っているのかっていうのは、ちょっと今、こう、あんまりこう、分かってない状態で、で、まあ、もちろん興味のあることはあって、その自分の好きなことにすごく没頭できるタイプではあるかなと思ってるんですけど、ただなんか性格的にあんま場面じゃないっていうところもあって、なんかこう、まあ、将来的にその博士課程行って、まあ、岩瀬先生みたいに大学教員とかになる、なりとしたら、結構性格的に合うのかなっていうのが、こう、そっちに進んでいいのかなっていう部分があるんですけど、なんか、先生はどう思われますか？僕の感覚をお伝えすると、じゃあこれ、例えば YouTube とか見てる人だと、多分僕すごい研究好きな人だっていう多分キャラに感じる可能性ありますよね。多分とかすごい頑張ってるし、僕そんな研究好きじゃないですよ、はい、そもそも。そうだけど大学教員になりたいっていう夢は多分誰よりもあったんです、はい、で大学教員になるっていう風になった時に論文の業績ってどう考えてもいるんです。これ日本でなるアメリカでなるどっちも業績って欲しいんです。大学教員になるっていうことであればやっぱり研究っていうのは大事です。うん、僕すごい私すごい授業教えるの上手なんですよっていうのって結構証明しにくいんです。これでも研究業績ってすごい証明が楽なんです、うん、論文の本数で見るでもよし、その通った場所で見るでもよし、研究費取った場所で見るでもよし、だ授業の上手だなっていう風の評価するパターンっていうのは、まあ、何年間教えてたっていうのも一つ、まあ、でも何年間教えてても悪いことばっかやってたらそういう人別に教え方悪いじゃないですか。うん、でも教えるコマ数っていうので評価するのも一つで、一番分かりやすい評価っていうのは僕の場合だったら大学の面接の時に模擬授業っていうのは30分40分でやるんで、もうそれで分かるじゃないですか。で僕ってちょっとこんなこと自分で言うとあれですけど、僕授業教えるの上手なんです。もちろん上手な先生いっぱいいますけど、でハワイ大学も70人応募して僕の模擬授業ってすごい良かったって言われました。編集面で州立大学の時もこの人の指導教官教え方すごいいいなっていうふうに言われてたので、やっぱり面接ってことになった時にはその教え方っていうのを勉強するっていうのは大事ですよね、うん、だから博士号だったらティーチングちょっとやらせてもらうとか、うん、でやっぱり嫌いなことって続けるのって難しいんです。だから一番いいのは研究好きですと、博士課程行ってこの研究やりたいです行くっていうのがいいです。研究全く好きじゃないです、博士課程行きます、研究やります、好きじゃないことやってますってなると辛いですよね。で僕研究やってて思うのが、じゃあ研究やりたくないのかって言われると意外とそうではなくて、研究って楽しいことってあるんです。なんでかっていうと、ティーチングって基本的には同じことをずっとやってるだけなんです。で意外と僕って多分こう YouTube やるとかもあって、この新しいことをやってみるっていうのは意外と好きなんです。あと、うん、博士課程で研究をずっと勉強してきたので、ずっと勉強してきて論文の書き方とかを学んで、あれ、わりかし僕論文とか書けると思うんです。で、じゃあ全くやらないのかって言われると、それはもったいないように思うんです。うん、だからいろんなパターンっていうのがあって、研究のノルマが達成できなくて焦って研究をやって、じゃないと大学からクビになるとか研究費取らなきゃいけないっていう感じで研究やってる人もいると思うんです。で今の僕の研究のスタンスっていうのは、ハワイ大学のノルマだったら僕余裕で超えられるんです。そのノルマが論文に1本、論文を1本か、まあ、年に2本、2年に1本残してくれればいいよぐらいなんです。うん、で全部ファーストオーサーじゃなきゃダメですよみたいなのもないんで、その僕のイラン人とオランダ人とチェコ人と研究共同やってるって言ったじゃないですか。でそれもあって、もう僕ハワイ大学に入ってきてから僕3本あるんです。だからもう6年間別に何もやらなくてもミニマムのあれだったらあるんですそう、なのでやりたいことだけやってるんで、僕研究は楽しいんですよ。うん、だけどすごい心の底から研究費書いてなんかもうノーベル賞取るぐらいもう研究しかやらなくて、もう日曜日もそれはもうないです。それは多分今までで一番いい、その世界的に見てもすごい一番この領域ではいいよねっていう論文になるような研究が今できてるんです。あのメタ分析っていういろいろ創設みたいな、でそれですごいいい研究、それは通したいなっていうのはあります。うん、でもそれ以外の研究って全部断ってます。依頼が来るけど断ってる。依頼はもう1ヶ月に1回ぐらい来るんです。もう全部断ってます。それ依頼は大学側から来るんですか？とそのイラン人みたいな感じでやっぱり研究領域とか増えてくると、そのあこの人と研究したいとか、この人と研究したら英語で論文通るだろうなっていうようなのがやっぱ世界的に見るとやっぱ増えるじゃないですか。だからやっぱりそれで、まあ、2ヶ月か1ヶ月に1回ぐらいやりたいですっていう風に来ることがあるんです、うん、で基本的に全部断ってます。
だけどやりたいなって思う研究がある時あるんですとか、こうこうこうでもう論文実際やりましたと、うん、でもうちょっと英語直してほしいとか改善できるところはしてほしいっていう風に、そのあるものっていうのを改善しようとする人とかっているんです。それで自分が興味があって自分が改善できるなって思えて、いいとこ出せそうだな、貢献できそうだっていう時にはイエスっていう時あります、うん、っていう感じで分けてます。なるほど、うん、それは先生は、大学教員になりたいっていうことは、教えたいっていう意味があったからっていうことですね。そうですね、僕の中では どっちもあったけど教えたい方が強かったかなっていう。もともとの夢が高校の先生だったんです。で、教えること自体が好きだったんです、もともと。で、教えたいなっていうのが大学院に日本で行ったことによって、大学の先生になりたいなって、教えたい場所のステージが変わったっていう感じにしましょうか。で、僕、ハワイ大学で授業やってるの、僕、すごい楽しいんですよ。うん、やっぱりいろんな学生いるし、世界から来てるし、スポーツ心理学を教えてるんで、もう習いたかったことっていうのを習って、その情報っていうのを教えてるって楽しいじゃないですか。それで給料ももらえて。だからやっぱ楽しいんです。うん、だけどやっぱノルマとして研究は必要でしたよね、うん、だから大学の先生ってなることを考えた時にやっぱり研究の業績って欲しいんです。で、大学院いいとこ行きたいなってなった時に研究の業績って欲しいんです。なのでイメージだとやっぱりやりたいことをする前にやらなきゃいけないことがあると、そこで研究があるっていう感じですよね、うん、でもちろん嫌いだと頑張れないんで、どっちがいいって言われたら研究好きな方がいいと思います。